続きましては馬の耳ドバの耳耳バはい、先ほどちょっと予告いたしました。えー、氷水バケツリレー。バケツリレーいいんじゃないですかね。うん、はい。はい、はい。まあ、あの、難病を助けようという一つのアピールで。 世界中にその輪を広げていこう,う、ね、というと、ねはい、まあ寄付かバケツをかぶるかというところでみんなに PR していこうというね、うんはい、こんな難病がありますよっていうことを株たちは三人に指名していくんでそれはどーっと広がってくる、はい、アメリカから始まりましたがまあこっちこんへんやろうなと思いましたらえ、え何？ナゴミンがとかね、はいえー、KBS のアナウンサーまで来てんのかというような話もありましたですけども、はいはい、えー、リミナスさんからいただいております関西よりももっと近い ところに来ましたよ。<お>東海ラジオのゲインシカズテルアナウンサー。 この方に声がかかって、今朝の番組でやるべきかやら,やらないべきかをリスナーに尋ね、結果やると宣言しておりました。うん、以前この番組に遊びに来たことがあるゲンイさんから坪井さんにお声がかかるかもわかりませんよと。ゲンイさん時々坪井さんのことを喋、ねはい、ってくれたりするでしょ言ってますね。うん、フェイスマーク D さんからもそういうお便りをいただいております。はい、ということはまず、あ、あの、ゲンイさんが私のところに直接来るかどうかを別としても、エレクトレコードさんは、うん 宮地さんの方に行って、あ,まあ、はいはいはい。それからこっち来るんやないか,か,もかと。でもまあ3人だからどういう流れで来るか来ないか。あかそうかそうか。ねうん、というふうになるんではないでしょうかね。だから。うん、これ、どういうことになるんでしょうかということやらね。<laughs> はい、えタン・え、丹不ン子さんからいただいておりますけれども、この氷水かぶり、坪井さん、あのテレホンショッキングには呼ばれなかったしと、残念そうに言ってましたが、<laughs> はい、長官にグランパスの、 あの、なら、奈良崎聖子、はい、ね。うん、グランパスの。ま、うん、氷水かぶり、募金の両方をしてですね。両方名古屋市長を指名したと言ってました。神むさんはい。え。 そそろろ近づいていくんじゃないでしょうか、赤村さんも、私もちょっと何回も仕事させていただいたこと、ありましたものすごい周りには来ましたけれども、さっきほら、なんか予告の時に、なんか、でもこういう流れはどうかみたいなお手に来てますって言ってまずね、私に関して言うならば、まこちゃんからもいただいております、ちんだらけさんからも、年寄りの氷水さんからも、坪井さん、心筋梗塞やった人は、ちょっと氷水のとちゃうか、心配のお便りと。はい それから濡れているか確かめてさんからもあのグリフィンさんといういわゆるこ,のこういうことをやろうじゃないかといった、ねはい、あの人ですよ<っ>で、この方が実は近くの海岸で飛び込みをした際に溺れて死亡したというそういうちょっと、ね、暗い悲しいことも。まあ あるんです、という、はい。発案者の方がね。こ動物、キソ天テンプラさんからもそのあたりのところをいただいてて、うん、ちょっとこれはなんか暗い気持ちになりますよね。はい、うん。まあ、まあこの流れの中で、ね。趣旨とはね、関係ないとはいえども、うん、そういうこと。それから、クリオネ・ブルドックさんからもいただいておりますけれども、 えこちらね、あのロンドンブーツ1号2号のね、田村君から指名を受けた武井壮君、ねうんうん、は、指名ありがとうございますということで、ツイートして、その代わりに ALS に限らず、難病支援、水不足や衛生に関する支援に、基金に関する支援に、さらに東北で被災をされた方への寄付など、その思いを回しますということで、表明して、これを機会にご指名では なく、学んで寄付をさせていただきますという風な気持ちで、この方は行動したとい武井さんは、だから、氷水は思うところがあって、やらないけど、その代わり、もう一つの選択肢である寄付をしますよということらしいです。うんうん、でこの クレーブルドックさん、竹磯はなかなかやるじゃん。ニュース聞きながら有名人は水をかぶってはしゃいで寄付を拒否とか疑問に思っている方もい,るいますけども、世界的な流れであの水不足で悩む地域からもちょっと疑問が 沸き起こっていて、うんであの、おふざけでしか取れないようなというような批判もね、うん、武井さんに関してはあ、うんあの、自分の中で寄付をするならどこっていう優先順位とかがあるんで、うん、指名されて、急にピュッとそ,のそこにっていうことじゃなくて、自分の意思で、自分の思うところに、うん、まあ順番でやっていきますっていうようなこともおっしゃってるみたいなんですが。なんかこの人はな、はい、なかなか、はい 考えが偉いじゃないかと。はい、そうですわって盛り上がってる一方で、確かに、あの、世論としては、あの、そういう、こう、なんだろう、お面白がって、とりあえずやってるだけみたいな雰囲気が感じられて、うん、本当にその病気のためにやってるのかみたいなこととか、うん、あの、そんなことするよりも、その、寄付ができるんだったら、寄付した方がためになるんじゃないのっていうような、批判、まあ、批判的って言っちゃうとなんですけど、そういった意見も一方で確かにありますよね。うんうん まあこれも考え方だと思いますけれども、こあ何をふざけるんだ、これやって、ええんなことやってんのか、そんなことやってるのかという、アトラクティブなその要素みたいなのがかぶるということで、そして無関心だった人がこうふっと振り向いてくれるという大きなきっかけになるなという意味合いは大きいなとは僕は思うんですよね難しい。あの直接 やっぱお金の方が、うん、あが役に立つように見えるんですけど、はい、今はというのは、まあ、坪さんのところまで来るとどうなのか、ちなりますけど、うん、レディー・ガガーとかビル・ゲイツとか、あの辺がやると、うん、それこそやっぱり現実的にものすごい人たちへの影響力、あ知ってもらうっていうのは、ね、だからそれはもしかしたら、寄付金以上の効果になってるかもしれないっていう部分もあるので、そこのところをどう捉えるのかっていうのは、ちょっとね、賛否、ね、分かれるのかな。あのよく 環境問題とかね、ゴミの分別とかいろんなこともあって、うん、あのこういうふうなことはつらいとかっていうようなの、環境問題的な行動ってなかなかできないけれども、はい、楽しんでやったり、自然にできるようなことのほうが長続きしますよ、うん、というようなことも、いろんな運動の中で僕らも学んだことですんで、うん、例えばこういうことなんかも、ちょっと楽しんでやるという部分があるからこそ、みんなに広がっていくという要素であるし、うん、ある人にとってはそれはふざけすぎだっていうと、うん、もあるか 両方の部分もありながら、確実にでもこれは広がっていってるなというふうには思います、ねはい、あでもあの、参加してる人、基本、みんな善意の心でやってますので、うん、そうことさらに否定することではないと思うんですけどねだからこそ、動画やなんかに載せて、その気持ちみたいなものがね、その画面から伝わってくるのかなと、はい、それにしても、こっちには一向に来ませんです、ね、<laughs> 来るかな、来ないかな。当てにされてませんね。はい